草港駅は山口県宇部市倉庫4丁目にある西日本旅客鉄道宇部線の駅。ホーム前傾宇部新川方面に向かって右側に単式一面一線のホームを持つ地上駅。ホームに面して待合室程度の機能を持つ駅舎がある。2009年3月にホームかさ上げ工事が完了、同時にスロープも取り付けられバリアフリーとなった。 上ベ川駅管理の無人駅で窓口等は設置されていない。かつては駅前の西村商店に乗車券の発券が委託された簡易委託駅だったが2011年11月に同商店が営業を終了した。同商店での乗車券の発券委託の様子はテレビ、朝日系のバラエティ番組、なにこれ珍百景2010年6月9日、大英文において、 新百景ナン、no. バー634、ないと困る駄菓子屋から駄菓子屋で切符販売として紹介された。駅の周辺は田畑と住宅地が混在する。商業施設群は駅裏の国道1 9十号沿いに集中している。駅周辺の道路は近縁まで車両の離合が困難なほど狭かった。このため、宇部市では、宇部市、鍋倉町から宇部線北側を並行し、 草港駅前を経て、山口宇部空港に至る都市計画道路、鍋倉草江線を、基幹道路の一つと位置づけて、拡張工事が実施され2016年3月に、工事が完了した。新山口伊り川の道路は片側1車線の快適な道路へと生まれ変わった。同時に、同区間を通る草港、第1踏切の拡幅工事も完了し、大型車の通行制限が解除されている。 草子駅前の踏切。山口宇部空港と案内の書かれた電柱が見える。地理的に、当駅は山口宇部空港の最寄り駅に当たるが、鉄道と航空便のダイヤが連携していない。そのため、空港を利用する乗降客は少なく、空港アクセス駅としての機能は低い。それでも、JR 時刻表に空港の最寄り駅として案内が掲載され、駅にも市が設置した。 駅周辺の地図にて空港への最寄り駅であることを示しているほか、山口宇部空港でも駅への順路や電車の時刻を案内している。これは、かつての堺仙台市津駅というナゴ空港との関係に類似する。1日の平均乗車人員は以下の通りである。ありがとうございます。